山陽鉄道は明治時代の鉄道会社。現在 JR 西日本、JR 九州が管轄する山陽本線にあたる路線などを建設した。現在兵庫県で運行している山陽電気鉄道及び下関市周辺のバスを運行している三電交通の前身山陽電気軌道とは全くの無関係である。1888年1月に設立。 4月の株主総会で中見川彦次郎が社長に選出された。本社は神戸の西柳原町に置かれた。同年11月1日に兵庫赤市館が開通し、12月23日には赤市姫路館が開通した。翌年の1889年9月1日に神戸兵庫館が開通。その後、岡山、 広島を経て1901年5月27日に山口県の馬館までが開通して神戸馬館間,間の路線が全通した。中見川は瀬戸内航路との競合を考えて線路の勾配を100分の1以下にするよう指示した。このことから中見川には100分の1、100のあだ名が付けられた。この方針は中見川が退社した1891年以降も 踏襲されたが、瀬野駅八本松駅間の大線峠を越す、区間だけは22.6パーミルの急勾配を含む、結果となった。しかし、東海道本線を、はじめ他の主要幹線と比較すると平坦な路線で、岩徳線のように、距離短縮のための例や、阿光線や呉線のように、山陽本線の勾配緩和線として建設された、路線があったものの山陽本線自体は、 今日に至るまで、購買緩和のための大規模な線路移設はされていない。1900年に、日本で、初の新大車を導入。1903年に経営悪化した、万端鉄道。1904年には、佐ヌ鉄道から、事業上等を受け、営業範囲を拡大した。1906年12月1日に、鉄道国有法により、国有化され、1909年に、 国鉄山陽本線、万丹線、大峰線、佐抜線となった。山陽鉄道は積極的な経営方針をとっていたことで知られており、その後戦後にかけて鉄道業界全般を通して普及していった設備、サービス、事業等の中には、同鉄道が日本で初めて実現させたものも少なくない。例えば、長距離急行列車の運転、車内等の電化、 防衛の天井、食堂車の連結、一等寝台車の投入、二等寝台車の投入、三軸ボゲー車の投入、真空製動機の採用、ステーションホテル設置などである。また全線が開通した1901年には、日本初の優等列車、最急行を走らせた。これらは、瀬戸内海を通る航路との競合にさらされたためだと言われているが、 その反面無理なスピードアップをしていた面もあって、さらに保線状況も悪かったため、列車の振動はひどく鉄道事故も多発した。当時九州鉄道の社長で後に、鉄道大臣にもなった、千国三次は、こんな非常識なスピードを出す列車には危なくて乗れない、と語っている。一方、後に、国有鉄道で、定時運行の確立に尽力して、運転の神様と呼ばれ、 超特急、円海の親ともなった、有機工機が在職していた。多角経営の一環として、瀬戸内海に、本州、四国、九州を結ぶ、鉄道と連絡する航路を運営していた。駅丸、津島丸という二隻の紅葉渡し協戦を1904年に、三菱重工業長崎造船所に発注し、完成後、子会社の採用機船が運営する。 関府連絡線を1905年に就航させ、すでに完成していた京府鉄道を経由すると、東京形状を60時間で結んだ。他に、山陽鉄道系航路として、山陽気船商社が、下関駅開通まで門徳連絡線や、宇高連絡線の前身になる岡山、高松間及びおのみ土津間の航路を、直営で、宮島連絡線や関門連絡線を運行していた。 なお、同鉄道において運行された列車の遠隔は、山陽本線優等列車遠隔を参照。村の山神国有鉄道に引き継がれた車両は、機関車152両、客車500両、貨車2109両である開業当初は、関節鉄道と同様に、イギリス製の蒸気機関車を輸入したが、1893年からは、アメリカ製に移行し、 特に低圧と高圧の各に気筒で動輪を駆動する、ークレイン複式機関車を好んで採用した。また、英米からの輸入機の模倣ではあったが、自社の兵庫工場で、機関車申請も言っている。1227から1229のいずれか、国鉄ホイシ9180系山陽鉄道の番号は、貨車客車車種に関係なく投資番号が振られている。 各車両の番号対象表は、形式図を参照ボギー優等車製造所は、山陽鉄道標語工場二軸蓄電車客車列車の室内電灯のため蓄電池を積み込んだ車両を製作した。リンク先は、国立国会図書館デジタルコレクションの客車略図上下館、古川達郎、鉄道連絡線100年の功績生産道、書店、1988年、 9から16、23ページ詳細は、三陽気戦勝者参照。ありがとうございます。